成長チャンネルで僕らは育った成長チャンネルの子供たちだ。はい、成長チャンネル、成長チャンネル始まるぞ。パラ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 ララララ。はい、今日はですね、はい、あなた知ってるかどうか分かりませんし、まあ見てる方々もちょっと知ってるか知らないか分かんないですけど。知らないです。まだ言ってませんけど。ああ、まだ言ってから知ってる知らないを言っていただかないと困ります。はい、すいません。カタツムリって知ってます？知ってますよ。え、カタツムリ知ってるの？知ってます。どういうことですか？カタツムリよ、3人組の。何人組かは知らないですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、あなたが言ってるのは、あのカタツムリ、私が言ってるのは吉本のカタツムリ。吉本にカタツムリっていう、芸人さんがいるんですか？そう。知ってますよ。あ、知ってるんだ。知らないです。知らない、はい、なんすか。いや、だから今日はそのね、はい、カタツムリという3人組トリオがいるんですよ。え、知らんって言って大丈夫かな。失礼なこと言ってないかな。カタツムリの、まあ一人いるんですけど、そいつ岡部ってやつがいるんですけど、 BS 吉本の麻雀の番組があるんですが、そこで一緒になって、まあそいつ昔からよく麻雀をよくやってるやつなんですけど、そいつとちょっと間喋ることがあって、いろいろ喋ってたら、どうしていいんでしょうかこの先、カタツムリみたいな話になったのよ。で、いや、どうしていいかもこうしていいかもわからんと。まあね。だから俺の方が分かんねえわっていう話ですね。そう、本当その通りで、俺に聞かれても分からんわ、俺のことも分からんぞみたいなことも言いながら、ですよ、言いながらね、言いながら、でね、まあどういうあの家族計画を立ってるか分かんないけれど、その岡部、お子さんがこの4月に生まれてるのよ。未婚の母ですか？まず岡部が男か女かも聞いてないんで。男。あ、男ね。ああ、分かんないですよ。そう、カタツムリが3人組の男の子。カタツムリが男と思ったら大間違いですよ。分かんないよ、岡部っていう。そうかそうか、あなた見たことないからね。女の子だからね。だからその何歳ぐらいですか？ 42。そうで、だからね、結構ね。で、お前何期なんだみたいな話してたら、あの NSC の東京の10期だと。10期結構でしょ。10期って誰や。10期ってトレンディエンジェル、トレンディ、ハンニャ、ハンニャとか、トレンディ、ハンニャ、藤森さん、あの辺10期だ。そうそう、だからあの辺ですよ。あの辺だ、藤森とか小樽の2年前の。あの辺全部10期でしょ。あ、で10期で集まってみんなで10期会だとかって小樽で写真撮ってたでしょ。懐かしい。あれが10期。あそこにカタツムリいません。いなかったよね。呼んでないですもん。私10期っていうことも知らないから。でそんな話をしてて、じゃあ分かったと、ケイチョンチャンネルでも出るって言ったら、え、出ていいんですかって言うから、松本に聞いてみるわみたいな。ダメでしょ。ダメ。お前ダメだったらお前もうここのトークが終わるぞ。来てるんですか？で、来てんのよ。いや、もっと早相談してくださいよ。だから早も遅もないよ、もう本社呼んだのよ。あ、そうなんですか。で、俺一人でさ、その確かにカタツムリ3人と喋って私もできないでしょ。なんで受けたんですか？いや、ちょっとそこは兄さんっぽい、兄さんっぽく俺もなんかどうにかしてやろうみたいな話あったから。そうか、そうか。でだったらちょっと同じ10期で、いろんなことも知ってそうなやつを一人呼びました、どうもバカ、どうもハンニャ川島です。5ヶ月ぶりです。5ヶ月ぶり、はい、川島です。年またぎ以来、またぎ以来ですね。年またぎ以来ですか。おめでとうございます。ああ、そうかそうか、パパになるという。いやいや、そうそう、一応 ね、10月に、まあ、パパの大先輩になりますんでね。いやいやいや、川島さんの方は。あ、そうそう、僕も一応ね、2人子供いるんで。そうでしょ、はい、そうか、だから子育ての大先輩ですから。全然呼んでくれないから。いやいや、だからケイチョン専属シェフという。本当だ、称号いただいてるのに。だから今日は料理じゃないんですか。今日は料理じゃないんです。
本社今日は料理じゃなくて、はい、だから、先ほどもちょっと聞こえてたかもしれないですけど、はい、カタツムリって同期でしょ、はい、同期なんです。だから僕らだからオレンタラジオ、僕らハンニャ、トレンディとか、うん、最近グイグイ出てるのインポッシブルとか、インポッシブルも10期、うんはいはい、同期の大阪でいうと学天則とか、おー、学天則とかも一応大阪、東京だけど同期、ミルクボーイも、あ、ミルクボーイもだから東西で M1 チャンピオンがいるっていう、ある花の10期みたいなこと、ね、結構いるんですよ。おで、カタツムリは、実は学生時代の時から、うん、NSC の時から面白いと言われてるんですよ。面白いと言われていた、実は、うん、彼らに言ったらちょっと恥ずかしがるかもしれないです。今3人組なんですけど、うん、岡部が前違うコンビだったんです、うん、岡部なんかいなかったよね、はい、知らないとこ。で、この2人カタツムリだったんですけど、うん、この2人が実は極楽とんぼさんの再来じゃないかって言われてたんですよ。それ聞いてないですか？聞いたことないです。マジで。そうなんだ。なぜかというとネタがですね、ずっとキャッチボールだけをするっていうネタとか、ちょっと待って、極楽とんぼさんってネタ合わせをほぼしてないで、ずっとなんか5分ネタだったのに15分とかずっとキャッチボール回ってたりとかっていう、まあまあまあ、あるあるある、そういうね、あるじゃないですか。そのパターンのカタツムリが極楽とんぼさんじゃないかっていうのを作家さんからも言われてたんですよ。へー。それぐらいちょっと破天荒なネタをやるやつらが多いっていう、はいはいはい、あ、そこに岡部が入ってたんですよ。なるほど。でトリオになった、トリオになりました。キングオブコント、うん、結構準決勝まで行ってるんで、おだから10期の最後の砦です。なるほど。いずれ爆発的に売れるんじゃないかっていうのを言われてます、今ずっと。はだずっと今こうずっと言われてるけど、ずっと聞かされてないんだよね、そういう。でもずっと今ちょうどいい時期です。あのもう油が乗り切って、うん、とにかくあのちょっと付き合ってる、極楽とんぼさんの再来って時頭に入れておいてください。極楽とんぼの再来、はい、本当にそう、言われてる、ね、本当に今は分かんないですよ、昔はね、昔は。仲いいの？仲いいです、めちゃくちゃ仲いいです。本当に、はい、あ、どうも。あ、どうも。めっちゃかしこまってるじゃないですか。カタツムリです。お願いします。お願いします。カタツムリさん、あ、どうも、ありがとうございます。どうもどうもどうも。ちょっと自己紹介やから、ちょっと自己紹介の話ね。はい、カタツムリの林です、よろしくお願いします。林さん、はいはい、カタツムリのピーチです。ピーチ、ナイスピーチ、いいピーチさん、はい、そして中澤本枕と申します、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。すいません、ずっとキーになってた岡部っていうのはいないんですけど、どうなってるんですか？今先度岡部、岡部って話聞いてて、はい、岡部いないんです。はい、岡部いないんですけど、ちょっとあの芸名を変えちゃってるんですよね。変えたんですか？変えた、変えちゃったんですよね。山本さん、ピーチです。岡部ではなくピーチです。ピーチさん、はい、岡部じゃなくてですよさんじゃなくてですか？いや、です、え、違います、違いますよ。ですよさん、山本さん、どういうピーチですか？オープニングでどうなってるんですか？僕ら分かってないんで。ですよさん似てません？ですよさん、あ、私ちょっと似てますよね。あーいつい待てピーチ。やっぱり10期ぐらいになるとやっぱりこう引き出しもいろいろ豊富です。もうやっぱりこう落ち着いてますからね。落ち着いてますからね。でも俺はね、だから岡部、岡部さんとマージャン、岡部とそう BS 吉本のマージャンで何回もして、でまあいろいろ話をしてて、でこのカタツムリの話になったわけよ。でそもそも、はい、でもカタツムリじゃなかったでしょ。カタツムリじゃなかったですよ。岡部が違う、はい、で、はい、あなたカタツムリに入ったみたいな、あれカタツムリの、あなたいつになったカタツムリ、カタツムリで合ってるんですか、そのイントネーションが。なんなの、カタツムリにいつになったんですか？いつ入ったの？6年7年前ぐらいですかね。それより前から私知ってるんですよ。あ、そうですか。でカタツムリになったっていうからちょっとイントネーション私は、はい、カタツムリは林は知ってたのよ。だから二人組の時のは知ってるのよ。はい、それはもともとカタツムリやったんですか？この二人で。あ、そうなんだ。はい、でなんで岡部が入る？いや、岡部が入りたいって言ってきたんで、はい、まあ入れてみようかっていう感じで入れましたけど。入れて、そんな感じで入れるの？あれとは入れました。何してたの？あの、郷宮川っていううんちょこちょこちょこピーのそうすやつと組んでて、あれ何ていうコンビ名？ペペっていうコンビ組んでて、で全然仲が良くならなくて
でもテレビとかも出てたんですよ。うんちょこちょこちょこ P はだってもう一人でやってるでしょ。10期なんすか。うんちょこも10期なんだ。10期です、はい、あでもなんかそのコンビ組んで同期でそれは別でそのペペっていうコンビでやってたんですけど、笑えない仲の悪さだった、はいはい、その2人が、はい、うんちょこちょこと、はい、岡部が仲悪すぎて解散しまして、はい、悩んでて、まあ僕らもそんなうまくいってなかったんで、はい、でピーチが入りたいっていうことだったんで、はい、なんかこれがきっかけでっていうことで入れても、この2人の時に、はい、まあその先ほど言った大学中は極楽とんぼさんの再来っていう、それはか本当に言われてたよね。本当に言われてたよね。第2の極楽とんぼって本当に山さんが休まれてる時に本当に言われてた、極楽とんぼの座を奪いに行くっていう勢いだったんですよ。ちょっとわかります。ちょっと山…俺よくいや今日は違う、今日はたまたまお前も舞台袖に両方な一緒じゃないですか。舞台袖にいるあのスタッフじゃないんだよ。裏方みたいな。ほぼそうっすよ。大道具さんじゃないんだよ俺ら。やっぱそうでしたわ。やっぱそうでした。あれでね、別に俺ら柿割り入れるわけじゃないから。いやいや、ちょっと加藤さん。加藤さんっぽい。え、そうだろ、俺がやっぱ。そうですね。いや、わかるわ。全く一緒っすよ。全く一緒っすよ。長か短かだもん。本当だ。ここまで一緒。やばいこれ。ほぼ3年間活動休止してるんですよ。そうだ。なんで？ちょっとまあやらかしまして僕が。こいつが。はい。どこで分かり合ってんすか。山本本当にやばいですよ。私は9年ですからね。山本本マグロになったんじゃないですか。こっちに寄せるの。そこはマグロ。こっちからマグロ。だいぶ一緒やってますけど。山本本マグロ。売れるっていう匂いがプンプンしてる2人だったんです。でもだってさ、ハンニャはさもうすぐそうあれがすぐでしょ。そう3年目ぐらいの時に売れて、うん、でもその時もねカタツムリはもうでもハンニャよりレギュラー番組決まるの早かった。そうなんですよ。フジテレビです。何フジテレビの深夜の帯の番組で何ていうの、コンバットっていう。あーあーなんかあそう見たことある。はい、だから一番早く多分10期俺レンタの次にラジの次にレギュラー番組つまって、うん、あ次売れるのは俺らだって言われて、うん、もう10期から売れないよって言われたんですよ。そうですよ。そしたら俺らお亡くなりになって犯人フルコンがガーンってかあらららら。じゃあそれを見てたんだ。見てた。だからカタツムリはまあそれ選ばれてなくても行くなっていうのがあったんです僕らが。うん、要は本当に極楽さんっぽく面白かったんで、ちょっとピーチには申し訳ないですけど、待ってよ、それの話もしてほしいんですけど、ちょっと待ってよ、前一回ややこしいんだよ。そんなこと言わないでください、山田さん。ここから出てきますって。今、ちょ待ってよって言いましたよ。ちょ待ってよって言いましたよ。ちょ待ってよって言いましたよ。ちょ待ってよ、キムタクみたいなこと。今ややこしいっすよね。やめてくださいよ。やめちっちゃってるんで。当時のなんかできないんですか、その極楽っぽいやつ。キャッチボールっていうネタがね、面白いな。キャッチボールのネタさ、あれは何年やってないでしょ。多分どんくらいやってないよ。もう本当10年ぐらい、15年ぐらいやってない。あれがもう、ね、僕らただキャッチボールするだけなんですけど、あ見た、もう特に喋んないんですよ。これ見たいな。喋んないで、それ喋んないですよ。バージョン、喋んないで。岡部入れたバージョンはないですけど、岡部入れてもまあできます。いやいや、でもじゃあ岡部なしにしようよ。ちょっと待ってください、山さん。お前そこ言いたいとやっぱり。ちょっと待ってよの方が良かった。ちょっと待ってよの方が良かったとか言われました。僕言われちゃいました。なんだ焦ってたよ。焦ってないですよ。もうなんか焦んなよ。まだ始まって間もない。普段通りでやるよ。普段通りだって俺全然喋らないでしょ。ピーチさん見たことあるんですか。見たことあります。怒ってお前なんだよ。ちょっと怒ってそういうとこだよ。お前のダメなところは。なんで混ざれないんですか。あの時のちょっと待って。って僕らとこさんって再来ですから。それでちょっと申し訳ない。一番すぐできるし、はい、これ、はい、ちょっとお待ちください。すいません。本当に大丈夫。入れない人だと。入れないいや、めっちゃ怒ってるんですけど。いや、もうしょうがないよ、お前。入れないですよ。お前、ヒゲ剃ってきたか。剃ってこれですよ。なんでそんなこと言うんですか、山田さん。だって灰色になってるからさ。いいよ。口の周りが、ね、ネズミ色になってるから今ネタ怪しいんだ。いつやっていいんですか。これそれじゃあ林君お願いします。はい、本マグロさん、じゃあカタツムリのお二人です。どうぞ。お願いします。はい、よいしょ。早くなってねえけど、早すぎる。お前、汚い。
お前は、どうもありがとうございました。これを今短いバージョンですけど、もっと長くずっとやり続けるんですか。なるほど。特に意味はないんですよ。これでもね、はい、通ずるもあります。ですよね。だって我々東京ボードビルショーのやっぱり、ね、劇団から入ってね。でそこで2人で会って、はいはい、でエチュードっていう時間があったの。なるほど。設定だけ決めて、はいはい、もうそこにいる役者さんで何とかする、面白おかしくするっていうことをやってて、それをよく取り入れてたから。なるほど。だから大変、今のなんかエチュード見てるだけだもん ね。 そうですね。キャッチボールっていうお題だけで用意してやるようなもんでしょ。確かにそれをずっとやってたもん、ね。はい、毎回ちょっと違うんですけど、全然違うんですけど、岡部入る今の。いや、入りますよ。その前にじゃあ、うん、ちょっと山本本マグロとやってください、一回ちょっと。それできるんですか。これはすごいな。そうそう、だって見た目そんな変わんないです。見た目変わんないじゃん。ルーズで撮ったらこれすごい、キャッチボールのネタを、うん、できるじゃない。いいなぁ。通ずるものがあればね。すごいですね。これこっから見た人分からんと思う。多分分かんないですよ、うん、ここ髪の毛ここだけなんでね。そうそうそう。おいしい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 。おじぎの、すごい。そうですね。やっぱすごいですね。おじぎの、これはできるね。そうですよ。キャッチボール選手権とかもできるね。さすがですね。確かに、ね、できます。すごいですね。で、次僕の番です。あ、そうか。じゃあ、やってみます。岡部と川島でやる。はいね。やべ、そこはやめようよ。だって違うんで。なんでジュッキーなの。ジュッキー、ジュッキーやれよ。汗びしょびしょだったじゃん今。なんだよ岡部。ここが痛くなってよ。できないって。今度サッカー、サッカー。えいサッカーだ。えいが汗、なんか嫌な汗ね。トリオの、あ、そうか、トリオも見てないから。そうですよ。これは、これはね、確かに NSC 以来でしょ。そう、今 NSC の最初のキャッチボールの2人の時のネタを見てるだけで、今のカタツムリの3人の形を見てない。そうですよ。言っても準決勝ですから、キングコント。そうでしょ。川島も見てないでしょ。見てない、最近見てないです、本当に。それだ。はい、片鶴です。よろしくお願いします。お願いします。まずは懲役15年を食らった受刑者が出所後初めて飲むビール。よし。
ミッション入ってました。ダメ。続きまして、あ、ここ当たりだなと思っていた寿司屋が外れだったとき。まだまだそのあるよ。ね。ガイナルだ。よっしゃい。うわ。以上です。どう。あ、先生お願いします。マグロ一つなんです。マグロ。はい、かしこまりました。大将、マグロお願いします。はい、今日買ったしかないよ。続きまして。この人絶対刑務所入っていたな。お前さ、全然前何もできねえじゃねえか。すいません、もうあそこのテーブル片付けときゃ。何番ですか？13番。はい。続いてが最後になります。それはそれは暑い夏の日、休憩がてら入っていた海の家のこの人絶対入っているよなの店員さん。暑いなぁ。ちょっとビールでも。あ、ほんと飲もうか。あ、すいません。はい、お願いします。いやビールで乾杯しないとな。あ、ちょっとすぎるわ、今日は。はい、どうしました。入ってるよね。どうも、ありがとうございました。あー、なるほどね。今そっち、あれ、そっち、今そっち、こっち側。眠くなっちゃいました。いやいや、今なんか 目にさ異物が入りだして。あれ、なんていうの、なんかわかんないけど。なるほどね。はい、まあ、あの、なんか男性受けか。あ、そうですね。なんすか、でも苦しいですよ。なんかちょっと苦しいな。ちょっと今目に男性受けか。うん、なんか入ったんですよ。違う、あのね、これドライアイになると思うね。なるほどね、カタツムリもドライに弱いですからね。そうだね、ドライに弱いから。もう全然ダメですよ。なんとかつながろうとしたけど無理でしょ。だけどね、私今のこの4部作、5部作ぐらいあったじゃないですか。それ見てて、あの寿司屋の大将のところで岡部さんが入ってきて何を言ってるかがちょっと分かんない。それを致命的と言ってます。僕はなんて言ったかがよく分かんなかったんですよ。今日カッパしかないよ。なんかちょっとこう本当それで涙が出る。本当ダメだし。それで涙が出る。ダメだし。あれってなっちゃう。ちょっと謝ってもいいですか、山田さん。じゃあそしたら、はい、いいですか、はい、もう本当になんかネタの一部分が聞こえず本当に、申し訳ありませんでした。はい、ごめんという字を一文字変えて歯茎イラついたカルシウムシュッシュ。これがあの一番のいいところです。岡部君一番の売りというか、やっぱりもうギャガーなんで。ギャガーだったらじゃあある程度あるわけでしょ。もっとこうありますよ。ギャガーあります。どれぐらい、どれぐらいネタというか。ギャガーは40個。40個少なっ。あれ原根さん1兆ぐらいそこあるんですよ。よりすぐりのかな。40個、あのギュッと絞ったやつが40個。ちょっと何個か。あ、確かに今日山さんにご挨拶してないっすもん。それは確かに。すいません、山さん、こんにちは、がルルルリララ徐々にハマってくると思うんですよ、徐々に。え、すげえ、ほら、すげえ、そんな人は好きですよ。すげえ、すげえ。意気込みだけ言っていいっすか。あ、今日やっぱ爪痕残したのかな。じゃあ、みんな頑張ろう。せーの、えい、えい、おーからの小籠包。膝に置いたら、熱いね。パワー系もあるんですよ。パワー系でね。パワー系もありますよ。もちろんあるね。もちろんやっぱり。せいからどう、はい、どうからせい。アディダス。本当パワー系のパワーね。パワー系、パワー系があるね。歌系は歌系。歌系もありますよ。指と指の間の筋肉トン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 。この世に生きる喜び、そんなことよりトン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 、そんなことよりここチンチン。あっ、で、あともう一個は、めちゃくちゃやるじゃん。いや、やりますよ、こんな機会ないんすから。いいですよね。いいよ、いいよ。YouTube も始めたんだよ、ギャグの。
やらせてもらってる。ギャグの YouTube のギャグキットっていうのやらせてもらってて。3人で？いや、僕一人で。僕らそうですよ、僕やってくんないですよ。200人ですよ、登録者数。だからもう今日はもうケイチョンチャンネルの最初にケイチョンって出るじゃないですか。そうです。あそこの部分ももう変えた方がいいと思って持ってきました。なるほど、提案ね。右膝チョン、左膝チョン、おへその横チョン、ケイチョンケグーマンチョン。ちょっと待ってください、待ってください。終わりましょう。そりゃそうですよ、そりゃそうですよ。いや、待ってください、いやもう絶対あかんね。あれはもうあかん。あれはもうないな、あれ以上は。あれ以上の笑いはないわ。岡部切るんで。岡部切るんで。山さん、岡部切るんで。岡部切るの？岡部切るんで。切るなら興味はある。やめてくださいよ、もう本当に切られちゃうから。だってキャッチボールの時山さん考えたのね。うん、わすげえって。なんかわかるもん。そのエチュード、はい、エチュードにあなたが入ることによってなんか邪魔なこと。そんなこと言うんすか。邪魔なこと。なんでそんなこと言うんすか。この3人を今見ててすごいなんか俯瞰で見させてもらって感じたことがあるんですよ。やっぱりカタツムリが2人でやっていて、そこに岡部さんからまあね相談を受けて入ってきた。だけど林はやっぱりこうなんか和をね、こう2人をうまいこと頑張ってなんとか3人でトリオでっていう気持ちがある。だけど本マグロはやっぱ岡部いらなかったんじゃねえかっていう表情をしてるんですか。たまにしています。してないです。それを本マグロを見ていたらやっぱり岡部いらねえんじゃねえかっていう顔をたまに見せるのを私は見逃していません。あれでそんな本マグロのこと分かるんですか山さん。でも本当悩み事があったら山さんに相談した方がいいかもしれない。 YouTube も2つのスーパーチャンネルってやってた時あったの、1000人ぐらいの、うん、それをね1000人よ、山さんがなんか見てくれたとして電話かかってきてあったやつ。そうなんですか。あれそう急にYouTube やってんじゃねえかって言ってた。後輩思いだ。まあ今1000人ぐらいだけど、もう俺もうまくいかなかった時あるから、もうちょっと変えた方がいいところがいろいろあるんだけどなってアドバイスくれて。そうで、いや本当にこの話本当で、ね、え、じゃあ1個だけいただいてもいいですか。あ、その回転、そうそう、とりあえずもうその何個も今日時間あるからっつって、うん、山さんに、まあ、じゃあ C って言えば真ん中のやつが偉そうだな。林がそのボケすごい偉そう。だからそう、そういうところかもしれない。それは2人でやってるものがあって、そこにあなたが入ってきたことにね、あの林がいろいろ悩んで、やっぱもう前に出てなんかこうやらない、なんて言ったらいいんだ。そういうところが確かにそう、見えたからね、なんか。そうですね、でも本当にそうなんです。僕3年休んだってさっき言ったじゃないですか、うん、休んでやっぱ帰ってくるとやっぱこう負い目があるんですよ、やっぱり。あー、そうか、すごい。やっぱちょっと最初ちょっと怖いんですよね、うん、ここのどこかで、まあ、うん、その時ずっと林は一人でやってたんですよ。一人でやってたんだ。結果も出しちゃってるタイプなんで、うんうん、まあ全部できちゃう、一人で一人で全部できちゃうんですよ。ちょっと怖かったでしょ。え、怖かった。いや、俺も9年ぶりに帰ったら加藤怖かったから。お前鈍ってんなわ。いや、でも休んだ方が悪くないですか。休んだ方が悪いでしょ。それなんかこっちがなんか怖いみたいなこと言いますけど、休んだ方が休む理由があって休んだわけですから、そんなしょうが悪くないですか。大ちゃん、山さんの顔見てみろよ、もう泣きそうになってんじゃねえかよ。しょうがないっすよね、それは。加藤さんだと思ってるぞ、今。あんた悪いことしたから休んだわけでしょ。当たり前じゃねえからなって。当たり前じゃねえから。そんな、それをこっちがさ、やめてあげて。こっちが怖いとかさ、やめてあげて。あと怖かったって言うけどさ、休んだおめえらは悪いからな。ここで YouTube 撮れてんの。やめてあげて。当たり前じゃねえからな。やめてあげて。
マグロ帰ろう飲み行こうぜ。ありがとうございます。なるほどな。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。